日本の F2 次期戦闘機計画は別名 F3 計画とも呼ばれているそうだね。純国産を目指している F3 戦闘機と同時に配備される予定なのが AI 無人戦闘機ってわけ。人間の手による操作は最小限に済ませる戦闘が多くなっていくんだろうね。ボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく倒し、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという残酷非道な戦争は現実のものとして近づいているのかもしれないな。そうかもしれないね。さて今回は、アメリカが欲しかった無人機のテクノロジーについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる、国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表したよ。次期戦闘機は国内企業グループで開発が進行中で、目標としては2030年代半ばからの配備ということみたい。作戦任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められているそうで、無人機についてはこういったシステムとの連携は言うまでもなく、無人機自体の自立飛行性能も求められているんだって。ちなみに自立飛行とは、パイロットが操縦しないで遠隔操作で監視しながら必要な時だけ操縦するということだな。この操作も敵の顔を見ることがなく行われるということだ。この無人機は次期戦闘機の艦上で運用される見込みで、作戦空域付近で射出され、より危険な前線空域に展開して、搭載母機の誘導コントロールを受けながらも自立飛行できると言われているよ。無人機の利点だけど、なんといっても、乗員イコールパイロットの人命を守れるということじゃないかな。それに加えて有人機では不可能な運動性能が発揮できるし、コックピットのスペースがいらなくなるので、そのスペース分小型化できるんだ。なおかつパイロット分の重量が軽くなるからその分積み込む燃料も増やせるよね。そうなると航続距離も伸びるだろうし、同時に兵器の搭載量も増やせるな。機体のフォルムにも影響が出るだろうし、機体の凹凸が減らせる、ということは、ステルス性能の向上につながってくるぜ。コスト的にも有人機と比べると機体コストが大幅に減らせるし、極端なことを言えば、ミサイルのごとく使い捨て戦闘機として活用することもできるんだ。個人的には、使い捨てと言ったってマスクやコンタクトではないんだから、巨額のコストを想像すると簡単に使い捨てて欲しくはないけどね。防衛省での無人機開発構想は以前からあったそうで、現在空自がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同じく、遠隔操作できる無人機の研究も進められていると聞くよ。遠隔操作無人航空機といえば、前述のグローバルホークと並んで知られているのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーという機体だね。バルキリーというと、一世を風靡したアニメ超時空要塞マクロスを思い出す方もいるんじゃないかな。このバルキリーを開発した会社は、アメリカ軍需産業界では無名だったクラトス社で、この機体は AI によって亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機なんだ。バルキリーの初飛行は2019年3月で、初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねてきたんだけど、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したとアメリカ空軍研究所からの発表があったよ。このドローンは小型無人航空機 ALTIUS600 と呼ばれているもので、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものなんだとか、アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表していて、この計画によって組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持が可能になり、紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて進行を阻止できるとしているみたい。日本の様子はというと、防衛省は偵察機、戦闘機などあらゆる機種で無人機の運用を考えているようだね。コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されているし、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているよ。防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表していて、内容は航空無人機の研究開発が中心だったんだけど、2019年以降に第3分類無人技術検証として遠距離見通し外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしているよ。その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくと見られていて、この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも近距離見通しない運用型、
特殊飛行型そして携帯型ドローンなどが挙げられているんだ。現在もこのビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら無人機の研究開発が進行中と推測されているよ。一口にドローンといっても、用途によって様々なものがあるからな。農薬散布や、小型の荷物配達だけではないってことだね。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機の種類を強いて表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルのように感じるよね。世界各国が進めている潮流に乗り遅れないためと思われるけど、日本としては F-15J 戦闘機の近代化改修計画がデッドロックに乗り上げて膠着状態となっているから、アメリカより早く開発に成功する可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのはいわば当然のことと考えられるんだ。パイロットの疲弊を防止できる無人機戦闘機の開発については、日本だけではなく全ての国が注力していると言っても過言ではない現状で、2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画を発表しているよ。そして国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したんだ。このドローンは有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の疲弊をさらに減らしていけるだろうと考えられているな。アメリカとロシアについては、搭載可能なドローンタイプの無人機の他に、今所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットとして、チーム体制での運用も考えながら開発を進めていると漏れ聞こえてくるね。このポイントから見ると日本は遅れを取っているのではという声もあるそうで、と言っても、防衛費には制限があるから、無人像に予算が湧いてくれば良いと思うのは日本だけではないと思うよ。だからこそ、あれもこれもと限りあるお金を分散させて消費してしまっては、全部が中途半端になってしまうのではないかと不安視する声もあり、現状では欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎながら、連携する無人機開発の同時進行という一つの事業に集中するべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。